サー・デビッド・ブルースは、スコットランドの病理学、微生物学者であり、イギリス陸軍軍医官。マルタ熱やアフリカ睡眠病の研究で知られており、それぞれの病原体であるブルース・ラ・メラテンシスとトリパノソーマ・ブルシーは、彼が発見したことにちなんで命名されている。1855年、オーストラリアのメルボルンに生まれる。一家は1850年代初頭に、近郊へ、 採石工場を立ち上げるためにエジンバラからやってきたのだが、デビットが5歳の時にスコットランドへ戻った。デビットはスターリング高校で学び、鳥類学にのめり込んで雪宝ホの生態の研究をしたりしていた。14歳の時一旦はマンチェスターの倉庫会社で働きながら、プロのアスリートを目指したが、17歳で肺炎にかかって挫折し、勉学に戻ることになる。 1876年エディンバラ大学に入学し、動物学を志すが、1年が経過した時友人に、説かれて医学に転校する。1881年に卒業すると、イングランド南部の霊テでわずかな期間だけ、一般開業医となり、医院の娘、メアリー・エリザベス・スティールと出会う。すぐにネトリーの陸軍軍医学校に入ったが、1883年にメアリーと結婚する。 彼女は、火災があり、顕微鏡像の描画という形で修正にわたる、共同研究者となった。彼が生涯に残した172編の論文のうち、30編以上に、彼女の名前が記されている。バレッタ1883年陸軍軍医学校を、主席で卒業、翌年軍医として、夫人と共に、マルタのバレッタに駐在する。折しも1882年。 ロベルト・コッホが結核菌を見つけたばかりであり、ブルースは当地の兵士たちに頻発していた丸タ熱の研究を始める。丸タ熱は別名を波状熱ともいい、患者は夜に高熱を出し朝には熱が引くという発作を繰り返して衰弱する。熱は摂氏39度から発作の度に上がっていき、大抵は次第に 発作の頻度が低くなり数ヶ月程度で回復するが、摂氏42度を超える高熱のため死亡する場合もある。当時、水の汚染と衛生状態の悪さが原因と思われ、腸チ,チフスの明けいではないかと疑われていた。ブルース・ラメラテンシス・バレッタの病院には研究設備はなかったが、ブルースは極めて精力的に研究を行っており、顕微鏡を買い、微生物を調べ、 病院の水質を調べ、気温や降水量との関連を調べ、あるいは島の周囲を浚節して、海洋動物を調べたりしている。1886年のボクシングデーに亡くなった患者を検視した際に、秘臓がある、球状管菌に侵されていることを見つける。翌年夏には患者が死亡して、すぐに摘出した秘臓から菌を培養することに成功する。 培養した菌を7頭の猿に摂取すると、いずれも人のマルタ熱とよく似た症状を示し、そのうち3頭が死亡した。死亡した猿を解剖しても、腸チ,チフスの特徴であるパイエルハンは認められず、一方で臓器から問題の菌を培養することができた。これらの結果は、コッホの原則を満たしており、従ってこの球状肝菌がマルタ熱の病原体だと認められた。 ブルースはこの菌にマイケラコカスメラテンシスという名を提案したが、後に彼にちなんでブルースら族が設立されて、ブルースらメラテンシスと呼ばれるようになった。そのため今日ではこの熱病はブルセラ症と呼ばれている。この時は感染源の童貞までは至らなかったが、後に地中海熱研究班を率いて、再びマルタを訪れ、1905年にヤギジチが主な、 感染源であることが判明する。1888年の暮れに、マルタを去りベルリンの国ホの研究室に行き塞いで1年間の研修を受けた後、ブルースはネトリー軍医学校で病理学の助教となる。セツバへのスケッチマルタ在任時の副総督だった、ワルター・ヒーリー・ハッチンソンが、ナタールズ・ルーランドの総督となり、その依頼によって1894年冬に、 家畜の熱病長ナ名ナの病原体を探すために、ズールーランド北部のウボンボへ派遣された。長ナ名ナは、ズールー人の生活の糧である家畜を殺す病気である。トリパノソーマブルシーバーは10マイクロメートル当時、ヨーロッパ人は、節せばえが毒を持っていると考え、一方ズールー人は、野生動物から何かが移ると考えていた。ブルースが出発前に、 ピーター・マリッツバーグで書いたノートには、チェチェバエから水やアルコールで抽出したものを動物に注射する実験の構想があり、チェチェバエの持つ毒を探そうとしていたことが伺える。ウボンボは、レボンボ山脈の標高600メートルほどの頂にある隔絶された集落であったが、ふもとと違ってチェチェバエがおらず、長な病もないため研究のためには適した場所だった。ピーター・マリッツバーグからは、 銀車で数週間の長旅だったが、ブルースは到着後直ちに研究を、始め、すぐに罹患動物の血液から、重血動物を見出している。さらに連れてきた犬をふもとでチェ,チェバイに刺させると、その犬は山へ戻るとすぐに発病し血液には、多数の重血動物がいた。ところがここで、ナタールへと呼び戻されるという不幸が襲いかかる。一行の荷物を運ぶのは、 ロバと一台の荷車だけで、ブルース夫妻は途中まで徒歩で旅をする羽目になる。日でりがひどく、ロバはたまに見つかる沼地の水で、かろうじて死を免れるという状況だった。しかもようやくピーター・マリッツバーグへ到着すると、大した理由もなく、呼び戻されたことが判明したのである。総督が陸軍省と交渉している間は、牛のレッドアターフィーバーの研究をし、 ようやく1895年9月に今度は気上で1週間ほどの旅をして、ウボンボへ戻ることができた。この7ヶ月に及ぶ中断の後、セツェチェバエやナガナについて詳しく記録し、セツェチェバエ生息地の池の水や、セツェチェバエの成虫や幼虫をすりつぶしたもの、フンやフンなどを犬に注射する実験をして、病原体がトリッパの相馬の一種であることを示している。 1896年にはトリパノソーマに感染した犬をイギリスに送り、これをプリマーとブラッドフォードが研究して、ブルースにちなんでトリパノソーマブルーシーと命名した。ただこの種小名は綴りが間違っており、トリパノソーマブルーシーと綴るのが正しい。さらにチェ,チェバイがいないウボンボの頂上で育てた健康な馬をふもとのチェ,チェバイに刺させることで、チェ,チェバイによる媒介を示した。 星村区は、吸血した後、せせバエの体内で幻虫がどうなるのかを調べたのだが、5日間しか観察を続けなかったために12年後くらい目が発見することになる生活感を見逃してしまったことである。ともかく、ブルースは、長々、トリパノソーマによって引き起こされること、その病原体がせせバエによって媒介されること、野生の半数動物が補充宿主であることを確立したのである。 この地を去る1897年7月30日までというわずか3年に、満たない期間に、彼は、アフリカトリパノソーマ症に関する、その後の研究の礎を築き上げたのである。ナタールへ戻ったブルースは、続いて、ーア戦争への従軍を命ぜられる。チョーチフスに関する研究を行っているほか、レディスミス包囲の際に野営地で30時間に及ぶ、手術を行ったというエピソードがある。 ブルース夫人も看護婦として活躍し、赤十字勲章を受けている。1902年、王立協会は、ウガンダのビクトリア湖北岸における、睡眠病アウトブレイクの調査隊を派遣する。しかし3名の科学者のうちイタリアの微生物学者、アルド・カステラーニを除く2名が帰還してしまうなど、うまく機能しなかった。そこで1903年、ブルースらが派遣されることになる。 アフリカ睡眠病は、昼夜逆転のような睡眠障害から始まって、最終的には昏睡したまま死に至る病気であり、アフリカのサハライナン各地で見られる原因不明のフード病であった。ブルースがエンテベに到着した時点で、カステラーには、すでに5名の睡眠病患者の随液から、トリパノソーマを観察していたが、それ以上多くの患者から、ストレイプテコカス属の細菌を得ており、当初は、 こちらが病原体だと考えていた。ブルースはカステラーニから腰椎戦士を教わり、カステラーニが帰国するまでの1ヶ月ほどで共同して、多くの患者からトリパノソーマを見出した。しかし、睡眠病の病原体がトリパノソーマであることを発見したのはブルースなのかカステラーニなのかという点は、新聞まで巻き込んだ論争に発展する。カステラーニは自分が発見したと言い,い、 ブルースは自分が指摘するまでカステラーにはトリパノソーマの重要性に気づいていなかったと主張したのである。ともあれ、ブルースが率いた調査隊は睡眠病はトリパノソーマが血液、ついで髄液に侵入することで起こること、病原体はコードが発見し、ヨゼフ・エベレット・ダットンが記載したトリパノソーマガンビエンセであろうこと、トリパノソーマは せチェ,チェバエによって媒介されることなどを報告して、半年で帰還した。その後、1908年から再び、ウガンダで調査を行い、様々なトリパノソーマの病原性、せチェ,チェバエでの発育、実験動物への影響などを詳しく調べている。また、1911年からは、ニアサランドでの調査隊を率いて、ロナルド・ロースらの推薦もあり、1912年少々に、 昇進主軍医官、1914年には、ネトリー軍医学校の校長となる。第一次世界大戦中は、破傷風や残豪熱の研究プロジェクトを引き、また超チフスワクチンの評価などをしている。1917から1919 19年には、王立熱帯医学会会長を務め、1919年に、陸軍を退役した。その後は、 リスター予防医学研究所理事長を務めている。ブルースは1931年11月27日、夫人の死の4日後、葬儀の日にロンドンで亡くなった。彼に返せられるすべての業績について、夫人の貢献が忘れられることのないようにという願いを残している。夫人は大英帝国勲章を受けている。D. ブルースは植物の学名で命名者を示す場合に、 デビット・ブルースを示すのに使われる。ありがとうございます。